さあじゃあランプを曲がって 4R 初の100キロに出ていきたいと思います。あ、そして今350キロになってた。おはようございます、ドサンコライダーオフです。8月11日木曜日朝5時4分です。 4R 鳴らし運転3日目の朝です。現在の距離247キロ鳴らしの第2段階に入っています。350キロまでが6000回転縛り、シフトインジケーター、こちら6000にセットし直しました。前回は、ちょっとやり方分からなかったのでピカピカ光らせながら走っておりましたが、今回は、6000手前で光るようになっております。まあ、今鳴らしの第2段階6000回転縛りですけど、普通に街中走るにおいて6000回転まで使いませんね。これ2500だったら使うと思うんですけど、逆に速度を守って走る上では6000までいらないな。まあギアをまんべんなく使うっていう意味で言うと、まあ、そういう風に鳴らしやっていきましょう。かっこいい。コルベットかっこいいな。かっこいい。いなくなった。9月の第1が月曜火曜に、火曜ライダーズでキャンツーに行くんで、ちょっとねあのリアキャリア買いました。リアキャリアでちょっと荷物があんまり前にずり落ちてこないように乗る空間を確保したい。なるべく今までだとシートのリアシートの上に乗せてたんですけど、それだとだん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 ずり落ちてくるんで、いつもククッとお尻で荷物を押し戻してたんですよ。その行為が嫌だ。でもねそれが疲労にもつながるんで、今回はこの 4R、リアキャリアの方に荷物を積みたいなと。でそれもこの私の夏休み中に一回取り付けしたいと思います。まあ、今日か明日あたり。ダウンのシフター楽。ブリッピングちゃんとやってくれるもんな。もう楽。これ下手になるわ。もう走りながらのクラッチ操作、アクセルのグリッピングって何ですかって話になるね。絶対クイックシフターの方がいいわ。まあ今ふと思ったんですけど、今はね287キロで、まあ、第2段階鳴らしの第2段階なんですが、まあ、あと63キロで鳴らしの第2段階終わって、あと1000キロまではなんだっけ、ほどほどにじゃないし滑らかにじゃないしゆったりとだっけ、まあ1000キロまで鳴らしあるんですよね。まあ、1週間で1000キロの鳴らしを終えて、1000キロ点検でオイル交換して、楽しんでいこうと思ったんですけど、こんだけ普通に走れたら
別に1週間で鳴らしを終わらせる必要ないんじゃないかなと思ってきました。さあではもう間もなくでパレットの丘です。さあ森を抜けるとあれ刈られた、もしかしてなんもないよ。あ、でもあそこ黄色いな。広大な北海道の景色が広がっております。さあ、さっきの黄色いの、お、ひまわり、ひまわり、イエーイイエーイ。だけどバイクと一緒に写真撮れる場所がないよ。イエーイ、青空とひまわり、イエーイ。いいけど、いいけどあら、イエーイ、終了わー、いいね、いいね、いいね。あ、いやー、難しいでしょ。 4R の名前が決まりました。 4R の名前はじゃん、枝豆あ、こっからね、枝豆要素なんもないけど、ま、私の 4R ブラック、ブラックなの、グレーなの、正式名称なんですけど、まあ、ここら辺とかにね、全部ステッカーチューンなんですけど、これ剥がしちゃったらね、枝豆要素ゼロゼロなんですけど、一応ステッカーで緑、まあ、ライムグリーン、川崎のこの緑入ってんで枝豆にしました。まあ、高回転型、高回転型って言われますけど、400の排気量のおかげで、あの 25R は確かに回して6000回転以上を使っていかないと走れないなっていうのは、2台の 25R を、まあ、台車としてお借りして試乗させていただいたんですけども、まあ、25R はそんな感じでした。まあ、あの2ダボに関してもやっぱり250なんで、鳴らし運転中はね、やっぱりちょっと、使える回転域が足りない。だからもう本当さっさと鳴らし終わらせて、オイル交換して普通に使えるようにしたんですけど、仕上げたんですけど、まあ、4R に関して言うとね、全然6000回転までで足ります。燃費いいな今日給油してから 25.3 だって、まあ、鳴らしでね、どっちかというといろんなギア使って高回転域6000までね回しながら走ったりとかしてるんですけど、 25.3 走ってくれるとありがたいですね。北海道のロングツーリングで幸千歳空港の横です。着陸がちょうどタイミング合えばこの上飛行機バーンって行くんですけど、まだ7時30分、東京羽田から飛んだ飛行機そろそろ降りてこないのかな。始発って何時ですか。33キロ。いや、天気悪いぞ、降ってんな。支笏湖線入るのやめます。明日高速走るかい。ちょっと高速走らせますか。千歳インターから道路を使って、大曲がりまで、高速乗って100キロの速度域まで使
使っていきたいと思います。100キロ6000回転縛りで100キロ入るか。さあ行ってみましょう。危ない ETC ついてないんだったこの車。ついつい自家用車の感覚で ETC 入るとこでしたけど、ないんだと。だ皆さんは結構本州の人は ETC つけるよね。はい、脇に止めて、チケットをお財布に入れます。さあそれでは 4R 初の高速道路100キロ。さあじゃあランプを曲がって 4R 初の100キロに入れていきたいと思います。はい。さあじゃあ、ちょっと一瞬超えましたね。6000回転で94キロ、93キロ。あれ？あ、そっかそっか、6速ではシフトインジケーター光んないんだった。なんで光ってないのかなと思ったら、100キロまでは6速で行かないですね。95キロぐらい、若干の向かい風、ちょっと伏せてみますか。でも同じかな。95キロ、96キロぐらい、まあ、ちょっと軽く97入ったかなっていうところですね。まあ、通常の乗車姿勢でこれぐらいかな。風切り音どうでしょう。まあ、顎に当たるぐらいかな、シールドの風。このね前に前傾して伏せた時に、おけつ、お尻の場所なんですけど、もう一番シートの一番後ろ使ってます。で若干タンデムシートに尾てい骨が当たるような感じ。96キロ7キロぐらい伏せて周り人から見たらおっせーのにあいつ何切ってんだろうって思われてるでしょうね。後ろからまたバイク来ましたね。あ、ここに座るのいいかもしれないな。あ、そして今350キロになってた。じゃあ100キロ入れちゃうか。ね、350いったんで100キロ入れます。上ってるのと向かい風ですが、100キロ6000ちょい。6000ちょいです。楽だな、高速走行も。やっぱり排気量大きいと高速走行楽ですね。そんなに年何回使う？結構使うか。月 1,2 回は使うか、シーズン。日帰り弾丸ツーリングで時間お金で買うとき。さあじゃあ高速道路降りて一般道また静かに走っていきたいと思います。はい、お疲れ様。枝豆ちょっと待っていってありがとう。大変ですからね。そうですね。もうよし、今も向かっていいからありがとうございます。もう回転数気にしなくていいんですもんね。もう鳴らして終わったようなもんじゃないですか。一応あのシフトインジケーターは8000まで上げました。
はい、ではご視聴ありがとうございます。鳴らし運転第3フレーズ第3ステージに入りました。また次の動画もよろしくお願いいたします。